メイヨに預ける。メイヨディープスリー決まった。スリーポイントシュート、メイヨ4ということですから、はい、本当にミスが少なかったですよね、はい。さあ、そんな中でスコアラーメイヨの活躍などが、第1コーバウンドパスから西山フローター、メイヨがリバウンドを取って、テイラー田島フリーになった。スリーは来ました。田島今日1本目のスリーポイント。先ほどのプレーです。テイラーもよく見てましたね。そうですね、はい。まあそこの目っていうのは非常に彼、まあ、ボールをしっかりと回していきたいところ。北海道ショットクロック5秒を切る。自ら行った。どうだ、ここはいいシュートになりました。田島朝日でしたね。あの紳士はあの本当に、キックアウト、ノーマークの人間をしっかりと作って、そこでしっかりとしたシュートを打っている。なので、まあ、昨日も相当打ってはいたものの、今日は非常に確率が、はい、僕はもう本当にあのバックボードを使うのは苦手だったので、サイドテイラーが沈めました。前半終了しました。最後はテイラーが決めたという北海道。しっかりそうですね、体を張って、楽なシュートは打たせてないですからね。ファールを持ったエンドワン、バスケットカウントワンスロー、メイヨです。このプレー、織本さんいかがですか。いやー、あのミドルシュートの確率がいいので、はい、どうしてもあそこを浮かされちゃうんですよね、シュートフェイクで。なるほど。なのでさあ中野か、メイヨに託す。中野のディープスリー、来るか来るか、来たここは織本さんに伺いましょう。そうですね、非常にまあ難しいシュートなんですよ。あの小野選手もチェックにしっかり来ていて、さらに小野選手身長大きい。中野塚さん2連続でスリーポイントを決めている。メイヨン自ら行ってファールをもらった。エンドワン、バスケットカウントワンスロー、はい。まあ、北海道もどっちかというとロースコアのゲーム展開多いですから。田島のスリー決まりました。今日2本目、引き離したいところで。そうですね、ここでもう一本決めたいですね。テイラー巧みなステップからふわっと浮かったスクッショット。あのプレーご覧いただきましょう。織本さん、これです。いやいいですよ ね、ステップ。このさあショットクロック、ここで5秒切る。カットした、テイラー自ら行く。ファールをもらってエンドワン、ヘッドカウントワンスロー、ね。ここもう一度見ていきましょう。スキーブして最後は自ら行ってと。北海道はこのチャンスを生かせるか。対する信州はここをしっかりと守って攻撃につなげたい。橋本高い、決まりました。今のは田島です。田島の素晴らしいシュート。アウトを取ったのは信州です。織本さん、ここの田島です。いや、いいですね、もう行くところはしっかり今みたい。本間健に西山どうだ、スリーポイントディープ、ここだ、落ちた。頭を抱える西山、北海道の勝利です。いや、最後のところでした。いや、しびれたゲームですね。これで北海道ホーム2連勝、今シーズン初。最後の最後粘った、最後の最後で西山決め切ることができませんでした。信州としては非常に悔しい負け。北海道は最後の最後で粘りました。